今回はファイアロー触ってやっていこうか。今のファイアローは空飛びに土砂型がね主流だね。まあでもブレバ型もね勝率そんなめちゃめちゃ低いってわけでもなかったと思うから、まあ、好みで良さそうな感じはするけどね。まあでも今回は空飛び型でやっていこうかな。持ち物は猛攻ダンベルと鋭い爪、重点チャームで行こう。チャイナメダルでね。まあ、アサシンちゃんとしてあげないとな、ファイアローはな。やばいやつちゃんと、やばいやつをね、落としてあげたりとかしていかないとさ、良くないもんな。硬いやつ狙って、今回ね、空飛ぶニトチャだからさ、瞬間火力がめちゃめちゃ高いってわけでもないと思うんだよね。なんで、まあ、余計にやばいやつしっかり、ちゃんと落としたりとかを、やらないと、ちょっと、大変なことになっちゃいそうだなっていう。え、こいつもあれだっけ？積みたいんだっけ？なんか積みたそうだよね。いや、積ませてくれる？ありがてえ。味方の持ち物見ときゃよかったな。進撃メガネ持ってる。やれないか、さすがに。まあ、いや。結構痛えからな。これね。取れんかったか。しかもなんか来てる。アブソルにさすがにあやめちゃんやられちゃうかな。よく帰ってきた。アブソルはね、ちょっとファイアロー使ってても嫌なんだよね、普通に。まあ、技すかせたりするけどさ。あいつスピードタイプとか殺せるよね、あいつね。後ろから背面からやっちゃえばいいしね。めんどくせえな、まだいんのかよ。取れねえよな。きついよな。あとちょっと一人で守っても死にそうなんで。ここはちゃんと引いてあれしようかな。仕方ない、こればっかりは。経験値になるよりかはマシだろう、敵の経験値になるよりかは、しっかり引いてった方がマシだと思うから。これ、あやめちゃん来るまでちょっと待った方がよかったかな。まあ、いいや。これでも経験値さ、菊池進化するかな明日。いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。行こう。来るかな。さすがに来ないか。落とせそうだけどね。落とせそうだよ。落とせそうなんだから来た。いやー死ぬー。きちい。ヤドランも邪魔すぎる。あいつ狙っていきたい。うわー分からされた。分からされた。あいつのが今パワー高いもんな。いや、惜しいと思ったんだけどね。あいつちょっと倒せたら結構、熱いから。うわ、掴まれてる、しかも。2回目やられそう、ワンちゃん。うわ、ナイス重力。いや、だいぶやばいなぁ。アブソル落としきれなかったのが。まあ、もうでも、猛攻ダンベル3回詰めてるからそんなに悪くないんだけど。ちょっと下レーンに行かん、下レーンに。さあ、空を飛ぶ、があればなぁ。さっきの場面でな、気持ちいい展開作れたんだけど。まあ、アクロバットじゃちょっと火力不足になってきちゃったね。カイリーそれナイスかも。俺たちもしかしてラストヒットもさ、いいねいいね、いいねいいね。いいね。これワンチャン守れっかもな。どうだろう。守れないかな、さすがに。いやー、きついか。アブソル狙う。アブソルと対マンすんのはね、やめとこ。やめよ。あいつはね、ちょっとやばい。けど、まあ、多分2対1できそうな気がする。だってアブソルいるもんね、これね。あぶねー。また死ぬとこだった。またやられるとこだった。ナイツ、そっか、ナイツ刺さるからね、ちょ、落ち着こう、俺。一旦落ち着くわ。アブソルの餌になりそう、このままだと。ユナイト技で透かしたりもしてくるもんな。怖いよね、それね、ちょっとね。ごめん。で、こっちに行って、この完璧なユナイト技、このね、しっかりニトロチャージを敵に当てるのではなく、位置調整に使って、ユナイト技をぶち込んでいく。結構完璧じゃない？これ味方に決めさせた方が良さそうだな。猛攻ダンベル貯めたいけど、俺いつでも多分、いつでも猛攻ダンベルは
決めれそうなんで、ちょっと相手の、うわ、ちゃんと買ってきてるか。いや、やめとこうか。死にそうだな、さすがに。ちゃんと引いて。まあ、上レーンもありだけど、まあでもこれ下レーン残ってっから下レーンに一旦呼ぼうか。まあでもレジエリキ取った方が楽なんだけどね。来た。怖いから一旦あれするわ。あんま追いかけないようにするわ。何がいるかわからない。そう、何がいるかわからんからな。でも今回はレジエリキは守りやすいんじゃねえかな。この板があるからさ、そんな簡単に。ただ、ちょっと味方に、マジでガンガン来てもらわないとちょっとやばいかも。ファイアロー一匹だとガチきついかも。一旦離脱かな、これ。ピカチュウ重いし。まあ、割られちゃったら。ドン！いいね。いいよいいよ。やっぱ柔らかいですね。やっぱレジエリキを先に取り行くべきだったかな。で、これ味方と一緒にぶつかれないから、あんまり。飛びたくないな。これ最後レジエリキ頑張んねえとダメだね。まあ上レーンでも残ってっから、これ俺がもらっちゃうわ。もうそっちに来てんのか敵。まあ、なんかでも下レーン残ってるよね。ガンガンこれ浮いてっから、敵の浮いてるやつ狙うのもありだけど、一旦さ、イナイタズ吐いてさ、追い返すか、一旦時間稼ぐか、一旦待って、なんかミリだったから、もう空を飛ぶ打ったらさ、結構やれそうかなって思ったんだけどさ、全然だったな。全然だったね。怒られちゃったね。ちょっときつくなっちゃったかな。時間稼ぎし、当初の予定通り時間稼ぎだけすればよかった。自分は負けちまった。あと任せた。普通に痛いからね。あ、きついね。ナイス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 。カビオナイス、それは。ちょ、上行こう、上。これ絶対上はね、取らなきゃダメだと思う。上取られちゃうとめんどくさい。レジエリキ、送り込まれちゃうと、絶対めんどくさいから、ここだけは、外しちゃダメだね。あれ、ちゃんと引かんとな、ダメだな、さっきのイナイタザ。相手を押すとこまではよかったんだけどね。相手を押して。多分これやりきれねえんだよね、ピカチュウ。そう、空を飛ぶで、削りはできるんだけど、やりきれないんだよね、今回の技構成だと。猛攻ダンベル3回ぐらい。まあ、いい感じに詰めてはいるんだけど、やりきれはしないと思うから、ちょっとなーって感じ。落ち着きプレイしないとね。いけないよね。どこ行った？まあ、順位レベルに慣れてるし、ユナイター座も溜まってっから、こっからだね、こっから。こっから、ちゃんと刺してあげる。ユナイター座で。ピカチュウとか。ちょっと回りすぎ、俺。あ、でもまあまあ、でも。もうがっつり刺して。これ刺して。で、逃げれるかな？オッケーオッケー。じゃ、味方がユナイト技抱え落ちしてるから時間稼ぎだけしたいんだけど、殴ってきてるからな。殴ってきてるからなっていう。時間稼ぎしたい。けど、まあ、もう取りに来るかな、これ。よし、取ったよし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 。取ったー、でかすぎる。一応シールドがちょっとだけ残ってっから、逃げ回ってみたいな感じでも良さそうなんだけど、一旦ね、リードしてるしね。リードしてるんだったら帰ってもいい気もするんだけど、リードしてるんだったら、いるね、多分。いるね。味方引けてっからさ、これさ、いないだろ、敵。よしよしよし。よし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 。100点決めて、もう引けたらもう完璧よ。完璧。おの字。完璧。
じゃあ俺ちょっと海流のサポートに行こうかな。よかったー。完璧だったでしょ、時間稼ぎ兼ラストヒット。よかったー。ただまあ、自分の、これ、ゾロアーク狙う？やっぱやりきれないよね。やりきれないんだよな。やっぱだからもう削って引くのが役割だね。やばいやつを削ったりして、死なないように何回も空を飛ぶぶち当ててヒットアンダメすんのが良さそう。思ったより、思ったよりなんかこう、仕留めきれないことがやっぱ多いね。ニトチャ型だとね。いやでも、ナイス。なんかさ、もうさ、イガパレスがピックされてるのにさ、ピクシーがね、ディフェンス型が必要だって言っててさ、イガパレスがさ、妨害は任せてって言ってるのがなんか、微笑ましかったね。なんかピクシーからしたら、イガパレ、ピク、ピクシーからしたらイガパレスはディフェンスタイプじゃないんだろうなって思ってさ、信用されてんだろうな、あいつって思って。ちょっとかわいそうになったけどね。これもディフェンスタイプ、ディフェンスタイプじゃねえ。妨害は任せてって言ってたからね。イヤパレスがね。持ち物的にでもね、タンクっぽい持ち物だったんだよな。なんだっけ、共鳴ガードに、気合の鉢巻きにみたいな感じだったから。ちゃんとディフェンスしてくれそうだけどね。じゃあ、ニトチャ覚えて、そうだな、ヤドランとか、まあ、育ってないからな。ああいうやつら刺していけたら最高なんだけど。まあでもちょっと姿隠してあれかな、見ていこうかな。でなんだっけ、エフィーにアクロバット打ちたいな。できればエフィーに打ちたい。無理そうだったら違うの野生モンスター狙うんだけど、まあ来るんだったらこれ一瞬取りたいな、できれば。ちょっと厳しそうだから引こうか。痛い。エイフィーのなんかさ、サイケ光線みたいなやつがさ、めっちゃ刺さってさ、ちょっと痛い。めちゃめちゃ痛い。ピクシーでさ、ハッサム倒せんの？すごくない？それ。あとなんかちょっと中央に味方を持ってきておきたいな。何体か。中央取りたいよね、できればね。うわ、ハッサムとかいるな。でもあいつ狙いそうだね、ワンチャン。でもなんかめっちゃ集まってきてるから、ちょっとどうなんだろうなって。この体力で、このアキスヤドランを全員で、しばけたらいいんだけど。回復マジ助かったな、あれ。あそこに、ナイス、いいよ、それ。それ最高だよ、それ。めちゃめちゃいいね。取った。よーし、よし、よし。これ取れたのにね、結構でかいよ。あとはもう、浮いてるやつ狙ったりとか、アサシンしたりとかが一番。あいつやりに行きたいけど、もうちょっと前出てきてくれんとやれねえな。多分やりきれねえんだよな。もうちょい前来てくれないと。っていう感じが。マジないっすかも、それ。ドーン！いいねいいね、気持ちよすぎる、今のは。今のはマジ気持ちいい。あとは。マスカーニャ。いけたかな。いやでもね、思ったよりやりきれねえからね、引くとこ引いた方がいい気がするんだよな。ちゃんと引くとこは引いた方がいい気がする。で、ハッサムが、あそこにいて。これはね、浮いてるカメックスをちゃんと狙うべきよ。いや、これ詰めてよかった気がする。うん。まあ、いいや。死なないのが一番な気がするわ。よし。ナイス。よし。取ったよね。オッケーオッケーオッケー。まあ、なんかね、やりきれそうなとこあるけど、なんか死なないのが一番な、感じはあるんだよな。引いた方が良さそう。ニトロチャージがなくなったらこれ俺の生命線だからさ。まあ、でも今割と結構ダメージ与え、まあ、固まったダメージさえ与えれてれば、仕事はできてるとは思うから、
マスカーニャがいるね、マスカーニャがね。ここ。よしよしよし。固まったダメージ与えて引いちゃえば、なんとか。めっちゃ連れてきた。めっちゃ連れてきた。で、あとそいつ。ナイス、いいよ。結構ユナイト技、危ね、透かして、いいよ。で、狙うべきはこいつだろう。やっべ。いって。まあ、あとちょっとだよな。猛攻ダンベルが今回中央行かせてもらえたんだけど、猛攻ダンベルが逆に溜まってないからちょっと、どうなんだろうなっていう。あと野生モンスターを削りにくいっていう。ヤドラン浮いてっから、これヤドラン狙うか。硬えな。めちゃめちゃ硬いな。めちゃめちゃ硬いな、あと。お、いいね、強い。あと、マスカーニャとか落としに行けたら最高なんだけど。あと、こういう風にさ、敵のことを、後ろに、ぐいぐい押し込んでさ、やばいやつを押し込んで、目の前のタンク狙うみたいな、動きも、まあ、弱くはないよね。できれば柔らかいやつを全部つつけたら最高なんだけど、ちょっと守護戦。インテとか欲しい。インテとか欲しいかもしれない。よし、ナイス。ナイスナイスナイス。助かる、これめちゃめちゃ助かる。買っていっていいかな、これ。ちょっと一緒に。でも岩場がね、守ってっからちょっと行かないって、行ってあげない。さすがに。行ってあげないとあれかもしれんな。待ってる、岩場。今行く。今行く。やるね。もう適当に入っちゃったけどさ、時間稼ぎたかったんだよ、俺的には。おーつ、うまい、それ。いいよ、パ、ナイス、それは。まあ、あとは、そうだな、引きこもって、隠れて、アサシンムーブしようかなって思ったんだけど、今回、殴り、あんまりそんな、上レーンの時、めちゃくちゃきつかったけどね。誰も殴ってくれなくて。下レーンは殴ってくれたね。なんかあんま殴らない人たちなのかなって思ったんだけど、殴ってくれたから助かった。糸地から入ってちょっと強化攻撃にあれ乗せようかな。鋭い爪乗せてヤドラン狙いに行こうかな。マスカーニャが引いたかな。引いたね。あと敵陣地の経験値とかもガンガン、やめとくか。あいつと対マンはあんましたくないかも。よし、ナイス。それ結構ナイスだよ、それ。空を飛ぶが溜まってないのかな、ちょっとな。あれだからもう、あんま無駄な戦闘、無駄な被弾ね。無駄な被弾はせずに、しっかり引いていこうかな。何も落ちてないな。ちょっとガンガン殴っちゃって、これ取れたら熱いね。だいぶ熱いからな。これ取って飛んでいいっしょ、そろそろ。よし、ラストヒットのダメージ感覚確認ね。あそこいるからね。まあ今回味方強いから、なんか適当にやってても勝てそうだね。なんかね、あれ俺行かなくていいと思うし、まあ、カメックスちょっとみんなで落としに行こうかな。ね、これで、あんま被弾だけしないようにしといて。いや、5人で動いた方が良さそうだな。これは。5人で動くのが一番多分ベストなんだよな。もう、やばいやつ関係なしに、タコ殴りにしまくって、ちゃんとね、狙ってね。死ぬ。これに殺されるのはダメだな。やっぱ中央に行かないとダメかもな。なんか、中央に行きたいね。なんか良くないね。よろしくない。よろしくない気がする。敵ゴールで戦うのは。なんかうまくいってるがゆえのなんかこう、ぐちゃぐちゃにされてる気がする。
倒せなかった今の。倒した？倒したね。あとは、うわ、かわされちゃった。ナイス、いいよ。これ逆に詰め込みに行った方が良さそうな気がするんだけど。やれるかな？いや、やれなさそう。経験値足りる？これ。上とかどう？これ。50いけたら熱いけど、ハッサム飛んでくる気がするけど、いった。よし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 。もう13秒だったらもう多分ね、詰めに行かないとね、絶対勝てねえと思うんだよな。いや、今回の試合はなんかこう、ぐちゃぐちゃで、大変だったな。こういう試合大変だよね。そう、大変なんだよな、こういう試合は。もうレジエレキじゃねえや。レッグーザ取るか取られた、取るか取られるかの方が、きっぱりしてて楽だよね。まあ、取られたくはないんだけど。で、100点決めたからなぁ。いや、決めなくてもあれだけどね。ナイス。なんかでもうちょっと、空を飛ぶ当てた後に、ゴリッと言ってもいいような感じもするんだけどさ。ニトチャでさ、とどめ刺すとさ、その後帰ってこれなかったりとかもするから、まあ、そこ考え物なんだよな。まあ、でも空を飛ぶ当てて、ゴリッと柔らかいやつ削っちゃえば、柔らかいやつで引くからさ、相手の前出てるタンクとかとの距離が空くから、まあ、それで、なんか集団戦で相手のこと崩したりとか、できる感じもあると思うから、そんな、やりきれなくてもそんなに悪いってわけでもないとは思うんだけどね。引かせれば、いいからな。引かせて、相手の前線と後衛の間を開けさせればさ、相手の前衛もね、サポート受けらんなくなるからね。これどんな感じでいこうかな。まあ、下レーンで。まあ、下レーンでだな。あれ、ブラッキーかな。そう、ノータンクなんだよ、今回俺たち。多分ノータンクだよね。ノータンクはな、ゾルアークとかに調子こいてんな、あいつな。柔らかいやつが多いかな、でも。なんか。よし。意外とでもニトチャで、ニトチャで詰めて許されるとこと許されないとこがあるからね。やけどってる。ねえ、だるい、それね。やけどってて決めれなかったのだるすぎる。いや、これじゃあもう、戦うのが正解だったね。やらかした。やらかしたわ。S バごときに負けてしまった。ちょっと中央食われたら、あ、結構経験値。あ、でもそこはいいや。そこはね。まあだから、ニトチャからの強化攻撃とか決めれたらね。結構キルライン伸びそうだけどね。鋭い爪の追加ダメージ入れてさ。ちょっと、あとちょっとなんだけど。うわ、それやだな、あのハゲ。うわ、それだるいな。やれそうだったんだけどな。うまいこといかないもんだね。まあ、でも7レベル、最低限7レベルには慣れたんで。まあ、OK かな。みんなこれ上レーン行くのかな？いや、ちょっと下に一匹欲しいな。人数が。やっぱちょっとやりきれないよね。あと少しなんだけどね。ほんとあと少しなんだけどさ。やりきれないよね。まあ、ここはちょっとラストヒットだけ意識してやっていこう。ちょっと場所変えようかな。場所変えながら、前線作れないから結構終わってるよね。そこはね。ちょっと突っ込んできたゾロワークあたりをしっかりと、とがめれたら、めちゃめちゃ熱いんだけどな。まあ、ブラッキーでもいいや。とりあえず浮いてるやつさえやりきれればいいんだけど。殴っちゃうか、これも。いや、なんか人数的に、あれだし、てか殴んないと始まらないしな。殴っちゃって、で、空を飛ぶでしっかり取れなかったから今回。
今回俺取れなかったんだけど。スバが諦めてたな。じゃあ俺も決めればよかったな。あと上レーンに行ったりとかかな。よし、完璧。よしよしよし、いいぞ。どこまでついてくるんこいつ。これ壁で結構稼げたりしないかな。あぶねえ。あぶねえ。死ぬ。本当に危なかった。ね、もうちょっとやばすぎる、このスタン。情報が。完結しない。死ぬ。飛んで。よし、逃げて。あと頼んだ。あとは頼んだ。よく耐えた、ファイアローで。ファイアローで守るのね、無理。別に守るような感じじゃない。守る。単純に守るだけだったら硬い方がいいもんな。全然守れる気がしない。相手が火力枠がいなくてマジで助かった。本当に助かった。あとはエーフィーとかいじめながらかな。ちょっと、2タンク。相手の2タンクに結構苦しめられるね。しかもちゃんとゾロワークとかいるのがやばい。あそこら辺にいると思うから、なんかもうちょっと、引き寄せれたらな。いいんだけど。もうちょっと敵をさ、釣りたいよね。もうちょっと空を飛ぶ、ちょっと透かされちゃったりするから。もうちょっと引かない。もうちょっと引こうぜ。で、殴り役が今回いないんよね。いないからな。ラストヒット的にはこっちの方が、多分強いかな。どうだろう。こっちの方が強い可能性もあるけど。いや、これね、上レーンに、行ってもあれなんで、ちょっと、あれしよう。一旦、防衛だけやろう、防衛だけ。今からあの上レーン行って、レジエレキ取ったりとかはなかなか、厳しそうだからさ。いやでもいけるかな？ S 場がいなかったら全然、いけそうだけど。集合はするんだけどさ。あんまりそんながっつりやらなくても良さそうな気がするけど、取らせて、取らせてとかでもいいかなって。やばい。最悪だ。そう、がっつりもう取らせちゃって守った方がね、なんか楽そうだなって思ったんだけど、なんか思ったより、味方が強くてさ、なんかなんとかなってんだよな。普通は不利な、本当は不利な場所な気がするんだけどさ。相手ゴール残ってるしさ。味方が強いからさ。なんかなんとかなってんだよな。基本的には敵のゴール残ってたらな、ちょっと守り気味で行った方が、まあ、楽だよね。防衛にがっつり回っちゃった方が。よし、完璧。いいね。まあ、こういうのはニトチャでそのままやりきれるんだけどね。敵の数が少なければ。敵の数が多かったら、ニトチャ切っちゃうとちょっともう、こっちも積み状況が作られちゃうからな。あ、ほら、やっちまった。やっちまった。やっちまった。これね、これ良くない。これマジ良くないんだよな。そう、良くないんだよ。ちゃんとニトチャで引かないと。あ、やれるかもって思って突っ込んだら、大体死ぬからな。ちゃんと引いておかないと、ろくなことがない。さあ、まあでも、ピカチュウたちが結構、キルしてくれたしね。カバーしてくれたね。カメックスとか、とはあんまりやり合わない方が絶対いいから、これは一旦、ちょっとあいつどうしよっかな。めんどくさいね。アイス狙うか。よし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 。
い、連れてきた。いいよ、1名様ご来店。そいつやってもらって、あとはラストヒット狙うかな。ちょ、ガンガン行こうぜ。ちょっとね、ちょっとね、カメックスのユナイト技食らっちゃったら死ぬんだよね、普通に。で、ラストヒット技が俺ないからナイスなんかガンガン殴んのか、 S バ止めに行くのか、どっちかね、わからんくなっちゃったのと、あとカメックスが来たからな、一旦空を飛ぶで引きながら S バ狙えたらなと思って引いたんだけどさ、めっちゃどっちつかずになっちゃった。でもナイスだった、本当にナイス。最後ラストヒット参加できなかったけど、まあなんか編成はあんまりやばい編成だったけど、俺ら味方がまあ強かったね。相手の編成結構強そうだったけどね。後衛も前衛もちゃんといるし、アサシンもいるし、ゾロワークもいるとかもいるし、まあでも結局中の人が大事なんだろうな、結局な。